こんにちは。即解塾の久保です。今回も気になる男シリーズ、動画の方、たかさん送っていただきました。ありがとうございます。職場の人間関係ね。まあ今回は職場の人間関係という風な、ざっくりとした、漠然とした形ではなくて、上司と部下。ね。こういった形で、えー、かなりね、具体的にお話を、お題の方を出させてもらいました。で、上司がいて部下がいる。で、自分が上司だとして、先輩だとして、なんかね、 部下がが後輩が言うことを聞きませんみたいな悩みを寄せてくる方っていうのが、まあ、私のところにもいるんですよあの言うことを聞かないっていうのは単純なる、まあ、業務不履行ですよねですんで人間関係がいい悪いに関係なくそういった社員には制裁を加えるなりまあ何かしらのね処置をするものだと思うんですよそれは当たり前じゃないですかだってねまあ上司がいる例えばまあ私でもいいですよ久保部長がいましたで後輩社員がいました 久保部長のことが気に入らないから久保部長からの指示言うことは聞きませんっていうことを許されますかね気に入らない人から来たものでもやっぱりこなさないといけないんですよねでそれが仕事ですからもっと言うと仲良しになる必要は全くないんですよで上司や先輩がなぜね部下や後輩の信頼を得られないのか仲良くしてもらえないのかこれは単純で仕事ができないからなんですよ少なくとも仕事ができないと思われてるからなんですよ で私の場合の組織での部下のしつけの仕方しつけというふうにあえて言いますけどねそれは俺の言う通りにやれば間違いないと指示に従えとその代わり不自由はさせないまさに結婚生活と同じことですよね物分かりのいい上司や先輩でいつまでたっても自分の給料が上がらない成績が上がらない出世しないっていうそれをよしとするそんな社員っていますかねいいやなんんか上司とはうまくいいってるんだけどさ ななんんか給料上がんないんだよねでもさ上司と仲いいからあんまり文句いない言いたくないんだよねいい関係だから職場の人間関係はいいんだけども給料があんまり上がんないよね出世の見込みもないよねどうしようみたいな感じですよねあの私は結構ねそのドメスティックなんですよね、うん、あの家庭でもそうですし仕事でもそうです俺の言うとおりやると気に入るようにやるとその代わり不自由させないっていうスタンスは 家庭に対しても仕事に対しても同じように働いてます。ですんで、職場で私の言うことを聞いてうまくいかなかった場合は、私が責任を取りますね。うん、お前らのせいじゃないと。お前らは俺の言う通りやっただけだと。俺一人が責任を取るから。なん。っていうことなんですよ。その代わり、そんな土地を踏まないように、いつでもね、言った通りにやってよかったのと。ほら、みんな給料上がったよと。お前らみんな来月から昇進だよ。なんか文句ある。みたいな感じですよね。そうするとね、 久保部長はなんか人間的にはどうかなと思うけど、実際俺たちの暮らしどんどん良くなってるよね。今度さ、俺支店長になるらしいんだよ。うん。あ、新宿の方でね。いやー、久保部長はさ、なんか人間的には好きになれないんだけども、ガンガン出世するよ。久保部長の言う通りにやったら結局は俺たちの暮らし良くなるから、やっぱこういう人についていった方がいいよね。うん。それでさ、お客さんむちゃくちゃ丁寧じゃん。それから、あの、刑事にも気に入られてるし。 とりあえず、久保部長の系列にいれば、俺たち道を踏み外すことはないよね。でも、久保部長とは絶対に友達とかにはならないよね。それでいいんじゃないですか仕事なんで。いや、私もね、仕事を離れてまで部下や後輩にベタベタされたくないわけなんですよ。もちろん、その中でも人間的に付き合っていきたいなって人は見つかるかもしれません。でも、私は仕事がね、人間関係が悪いからっていう理由で、 仕事のノルマを達成しなくてもいいっていう理由には全くならないと思うんですよ。で逆に仲良しクラブみたいに職場に人間関係を求める人って私はすごくね嫌ですね、うん。もちろん仕事ができる上でいい人間関係は築いてもらいたいと思いますよ。でも人間関係良くないと仕事ができないっていうのは単なる結果が出せない人の自己正当化なんですよ。と思うんですけどもねだって。 職場の人間関係が悪くたって別にお客さんとの人間関係が良ければ売上立つんじゃないですかってことなんですよ。でここまで話してきてあれですけどもなんかね仕事を辞める人の多くの理由が職場の人間関係だそうなんですよ。これってどう思います多くの人と私はね違った見解を最初からそれこそ小学生の頃から持ってるんですよ。それはああよかったねってことなんですよ。職場の人人間関係が悪いから辞めた人 職場の人間関係に馴染めなかった人を辞めることによって、その職場の人間関係でうまくやっていける人が存続するわけでしょ何よりもいい組織の形だと思うんですよ。だから人間関係ごときで辞める人っていうのはどんどん辞めた方がいいと思います。そういう人はよそに行っても結局人間関係が悪いんですよ。で、自分のことを温かく迎えてくれる自分に対して人間関係がいいところを探し続けるんですよね。どこまで <laughs> おこちゃまなんだろうなと思いますね、私はね。いや、そもそもね、 人間関係が悪いんだったらそれを改善する力がなければお客さんと揉めた時どうするんですかってことですよ。客ももももも人人人人同僚先輩輩上司も人後輩や部下も人ですよつまりは人間関係について悩む人って誰とも揉めるんですよ。誰とでも揉めるんですよ。誰とでも揉めないもしくは揉めてもすぐに鎮火できるような自己修復能力がある人って誰から見ても人気者になるんじゃないですか でそういういいいい人かから商品買いたいんじゃなでですかでこれ逆説的ですけども仕事ができる人って職場の中で嫌われますかね仕事ができないから嫌われるんじゃないですか、うん、そう考えたら人間関係がなんで悪くなるかっていうとお前の仕事ができないからだよって私は一言で終わりですよねだってねあいつ仕事ができないくせに生意気だなねこれは確かによくないですよねでも あいつ仕事はできるんだけどさなんか気に入らないんだよねでも仕事しに来てんだから唯一人が評価されるのは仕事ができることじゃないですかいや仕事ができない人がねその半端な根性を振りかざしてあいつが好きだ嫌いだとか言って何それ人間同士好きにならないと入社できないんですか仕事ができないんですかって話じゃないですか、うん、だからね自分の感情にいちいちね 角を立てるようではまあそういう人ってのは職場にいない方がいいからなんであなたは会社を辞めたんですかっていうアンケートでいつもね人間関係がうまくいかなかったですっていう人が要するに仕事を離れるのはすごくいいことだと思いますだって人間関係でちゃんとやっていける人はその仕事を辞めなかったってことでしょ、うん、私はねそうとしか思えないんですよどうですかねだからこそお金が稼げるっていうことだと思うんですよでお金にものすごく困ってる人って 結局人間関係に困ってるんでしょそれは誰が改善するんですかあなた自身があなたの周りの人間関係を改善するんじゃないですか私たちは小学生じゃないんで先生に言いつけたら先生が無理やり人間関係をねはい仲直りしましょうってやってくれないんですよ。そういうことを期待するもんじゃないんですよ。あの自力でやるんですよ。自力でうまくどんな人ともやっていく嫌いな人ともうまくやっていく。 ね、仲いい人とは仲良くやればいいしわざわざ嫌いな人を好きになる必要もないですしそれから人を好き嫌いで見るっていうのも随分低レベルな話だと思うんですよ別に親友を作りにね恋人を作りに職場に行ってるわけじゃないでしょもちろん恋人や親友作るのは全然いいですよでもそれはあくまでも仕事がクリアでできてからの話ですよこれシンプルに考えて職場結婚職場恋愛ってあるでしょだって職場恋愛するにしても 成績優秀な男女が恋愛したらそれは誰からも良かったねになりますけども仕事が半畜なのにねなんかこいつとこいつ付き合ってますって言ったらなんであいつ仕事もできないくせによもしくはあの子は全然仕事もできないけどもモテるだけよねってからね結局バカにされるわけですよ。バカにする方に原因があるのも確かですけどもバカにされる方にもやっぱね何してれのか分かんないようなね妬まれても当然のような。 部分があるのかなと思っちゃいますあの入社する時に多分入社面接というのは私は人間関係を良くするためには営業成績が悪くても仕方がないと思いますって言わないでしょ、うん、で仕事ができる人って結局人気者になるんですよ不人気な人ってのは仕事できてないんですよ仕事ができるのに人間関係が悪いって言うんだったらそれはねやめても正解だと思いますけども 仕事ができて、自分の給料を十分もらって、人間関係悪いですって人はなかなかいないんじゃないかなと思うんですけどね、どうでしょうかね。はい。えー、それですね。ここからはちょっと業務連絡になりますけども、あの、すべての動画コンテンツってのは、まずはコンテンツありきじゃないんですよ。どんな問題解決をすることによって、対価を得ようかなってことをまず決めて、その前段階として、集客のための玄関、 つまりはフロント動画っていうのがあるわけなんですよ、ね、ですんでねまずどうしたいか何によってお金を自分は得るのかってことを決めてそこにバックエンドがあってそれでフロントは後から作るっていう順序なんですよねそれがねやっぱりねよく動画のマーケティング分かんない人はとりあえず YouTube で上がってる動画とか YouTube の無料動画に適してるものいっぱい作るんですよ。 いっぱい作ってコツコツ作業してそれでえっとどういう風にお金儲けていけばいいのかなというふうに迷子になっちゃうんですよまずは違うんですよ何をゴールとするかなんですよね例えばディズニーランドに行くってことを決めるじゃないですかそれがゴールなんですよそうするとそこからねディズニーランドに行くルートはどのくらいのものがあるのかなとかディズニーランドではどんな楽しみ方ができるのかなディズニーランドではどんなお金がかかるのかなっていうたくさんのフロントができるわけですよ でそのフロントに反応した人とじゃあ一緒にディズニー行こうかってなって目的が達成されるってことですよねこれどうですか分かりにくいですかねうんだからね多くの人がそのバックエンドセールスで悩んじゃう YouTube の動画はたくさん出してるんだけども一体最終的にはどうやって売り上げを作ろうかって悩むっていうのは順序が全く違うんですよね。まずは売りたいものの商品があるんですよ商商品品あありきなんですよ。商品があって これをいくらで売りたいか、どんな人に売りたいかってことが決まるから、無料コンテンツ、フロント動画が増えるわけなんですよ。だからこの考え方の順序を間違うと、コツコツやってるんだけど、いつまでたっても売り上げが上がらない。で、取って付けたように商品を売ろうかなと、プロモーションするんだけども、そもそものフロントが、その商品を売るために作られてないんで、繋がりにくいんですよね。だここが大きな問題だと思います。あの多くの人は、 見をみ見まれでビジネスやるんだけどもまさに見をみ見まれなんですよ。ね。あのお店でもそうなんですよ。飲食店を例に私よく取りますけども立派な門構えそして素敵なね、えー、今風のデザインそんなお店を作りました。これ何屋ですかって話ですよね。何屋だと思いますよ。分かんないでしょだから YouTube もそれをやっちゃってるんですよ。立派な動画をいっぱい作ってね世の中に拡散してで再生数もまあまあ取ると。 でも最終的にどんな飯を食わせるのか決めてないからなんかちんぷんかんぷんなんですよねでもよしラーメン屋をやるぞと思ったら焼肉屋みたいな外観にしないわけですよラーメン屋をやるぞっつったらね中華風のなんか龍がこうね渦巻いてるやつとか赤と金色でねあの門構え作ったりとかするでしょ雰囲気のある万里の長城みたいなバーンみたいなね中国風だぞみたいなでもどうですかね よくバックエンドが決まらない人がねいろんな動画を作っていながらこの動画をどういうふうに売り上げに作ってつなげていきましょうかっていうねことを悩んじゃうんですけどもいやそもそもね中華料理風の門構えフロント動画いっぱい作っといてで入ってみたらね <laughs> なんか和食でしたとか言ったらやっぱこれはあれなんか見た目は中華に見えたけど入ってみたら何これ和食じゃんいや失敗したなぁみたいな感じで金返せってなっちゃいますよね。 うん、だから一体何をもってバックエンドセールスにするのかってことをまず決めるんですよ。商品ありきでそこに集客が発生すするんですよね集客をしてから商品決めましょうかっていうのはこれはなかなか難しいと思いますねできないことじゃないですけども、うんまあ、そこをね、うん、今一歩考えながらあー YouTube 活動するといいんじゃないかなと YouTube っていうのは結局そのアフィリエイトの要素が大きいわけですよ。 アフィリエイトで最終的に自分の商品を売るっていう形なのがコンテンツ販売ですから。だから集めるアクセスと最終的な商品が一致してないといけない時に集めるアクセスがあるのに最終的な商品がまだないよっていう形になると非常にまずいですね。これは成立に失敗する典型的な例なんですよ。そこを用心しながら無料コンテンツ作るといいと思いますね。で、今回の動画は以上でございます。それでは、たかさん、次回のこのね、気になるとこシリーズも よろししくお願いいますととうこ次回はね,、うん、ね人間関係についてちょっとね私もねこういうふうな形はどうかなと思いますけども人間関係ね、うん、あ,あの四面楚歌って言葉がありますけども多くの人が自分とは相でないそんな職場にいた時に自分は成績が出せるでしょうかとかね 売上が取れるでしょうかってことなんですけどもまあ例えばねえっ、ー、と私がねある会社に入社しました50で入社なんで周りはみんなね20代30代の若者ですよ上司も35歳、ね、その上司に、まあ、いろんなことを言われました久保さんなんか50で転職ってきついでしょうつの仕事どうですか気に入ります僕なんか年下みたいに使われて面白くないでしょ いやこれちょっと書類の整理頼みますこんな感じで言われたらどうしますかねなんか年下のやつに顎で使われたくねえよって思いますかねうんどうなんですかねいや私はねなんかね年下の人の上司っていうのは私だって誇りなんですよいや若くて優秀な人の下に私なんかがつけるなんて嬉しいな そしてこういうふうういふにも思うんですよこの35歳の例えば部長でも課長でもいいですよ A さんっていう方がいてね私を従えていろんなところで仕事をするとお客様からどう映るかわこの A さんはこんな熟練な人をね部下に従えて相当優秀なんだろうなって思っていただけるんじゃないかなと思うんですよ、ね、だから私はそういうふうに考えますよね見た目はもうね老練なベテランなんですよ 中身はともかくですよそうした時にうわ A さんは30代半ばにしてこんなに人生経験積んだ人を部下に従えてそういう人に信頼されてるんだなと思ったらこの人に頼もうかなってこの人は相当優秀なんだろうなって思わせる効果があると思うんですよ。まさにねそういうことをね面接ですとか職場の中であのやっぱこうにわせていきますよね。あの不思議な話な話んですけども 経験5年10年の若い弁護士よりも最近弁護士資格を取った50代半ばの人の方が仕事が取れるっていう現象があるんですよつまりね年齢によって人はものすごいねバイアスを受けてるんですよあの料理を食べに行く時でもシェフがね23歳の金髪のやつがね出てきてうまかったですかっていうよりも55歳ぐらいのねちょっと活服のいいね おーなんかフランスかなんかどっかで修行してたんじゃねえと思わせるようなシェフが長い帽子で出てきて「どうも今日はありがとうございました」って言った方がいいでしょ。だって回転寿司で働いてる多くの人って別に寿司職人じゃないですからね、うん。でも見た目寿司にこだわった職人みたいな風に見えちゃったりするんですよ特に年を取った人はね。だからできれば寿司は熟練の40代50代ぐらいの人に握ってもらいたいなと思うんですよ私はね。 <laughs> 若い人は接客をやってくれればいいかなと <laughs> 私はそういうようなバイアスを持ってるんですけどもでもどうですかねあの年齢を重ねた人が部下にいるからこそこう箔がつくみたいなところもあると思うんでねそれに私を使ってくださいよっていよよう提案しますよねであとは見た目だけじゃなくて中身をしっかりとその A さんっていう上司に対して仕事ができるような細やかさを持つような能力を身につけておけば まあ言うこととななしかなと思いますその上でですよ久保さん仕事ができるねと非常にいつも助かってるよと今までどんな人生経験を踏んできたんですかっていうふうに人間対人間の構築ができるのは仕事が認められた後だと思いますねだからね大した仕事もできないのに人間関係が悪いとか言ってる人ってのは早くやめた方がいいと思いますようんやめるかもしくは仕事ができるようになって認められるようになってから自分の 人間っていうものを見てもらう。自分の過去やね、思いっていうものを分かってもらうっていう順番じゃないかなと思います。なんか本当にね、職場はね、学校の延長で仲良しを作りに来るところでも何でもないですからね。四面相課で OK なんですよ。四面相課だからこそ、難しい仕事を人にお願いもできるし、叱ることもできるわけじゃないですか。仲良しになったらね、なかなか残業頼みにくいし、怒りにくいですよ。うん。仲良しだから。で、究極は、 仲のいい人同士で何も進歩も発展もしないのかお互いに言いにくいことが黙ってるのかでも仲が良くはないもっと言ったら仲悪いんでもうね突きつけるように「お前これできてねえじゃねえかよ仕事ができねえな」とか言ってね言った手前自分も仕事できないといけないでしょだからお互いに結局レベルアップするんじゃないかなと思うんですよだから私は職場は職場はスパルタでいいと思いますねお客さんに対してだけ 神のようなな優しさを提供でできればいいいんじゃないですかで、お客さんもね厳しい職場であるそこから生まれた商品の方が喜ぶと思いますよ。で仲良くなるのは随分先なんですよ。厳しい中とかね誤解とかぶつかり合いをくぐり抜けて5年10年20年とお互いにやめなかったからこそ俺たち最初は相いれなかったけどもなんか結局は俺たちしか残ってないよね。 いや今でも仲悪いよお前とはそうかじゃあまあ飲みに行くかお前のおごりでいやいやいやあんたのおごりで飲みに行こうよみたいなねそんなアムロとシャーみたいなねアムロとシャーだっ,ったら分かんない人もいるかもしれませんけども結局ね対立ってのは誰よりもその人を意識するってことなんでうん憎まり口叩きながら関係が良好になるっていう道があるんですよね、まあ、そもそもねやっぱり仲良くないと仕事ができないっていうなんかそれは 許されていいのかなと思っちゃいますよね仲が悪くても仕事ができればいいんですよ仕事しに来てるんだから仲良し作りに来てるんですかねいや気に入った上司の命令じゃないと聞けないんですかね何を言ってるんだと思いますよ私は <laughs> それこそ部長が気に食わないから指示書を無視しましたって許されるんですか <laughs> うんだからねなんかねその、うん、そうじゃないと思うなと思います あちなみにちょっと話長くなって申し訳ないんですけどもザイオンス効果っていうキーワードが出てましたけどもザイオンス効果っていうのはねあのお互いに危害を加えない限り接触回数が2人の中をどんどん良くするっていうことなんで気に入らない人とかねあのそもそももうねあのの反りが合わない人がザイオンス効果使えないんですよ会えば会うほど嫌いになっていくんでだからこれはあんまり良くないかなと思いますね だからつまりは反りが合わないいい人っていうのはいるんですよでも反りが合わないことを仕事ができないっていうことと結びつける必要は全くなくってそういう人はどちらかというと職場から排除した方がいいですね人間関係が良くないから仕事ができませんっていう人はまさに辞めてもらってそれが社会に対するアンケートにもなってるわけですよ。なんで仕事辞めたの職場の人間関係が悪かったからってあそのくらいの人間関係裁けなかったんだ。 じゃあ、お客さんとの人間関係も当然苦手ですよね。あなたはいりませんっていう形になるんですよ。筋が通ってますよね。だからね、社内での人間関係が作れない人に、お客さんとの関係作れないんですよ。要するに商品売れないんですよ。そもそもの出発点がおかしいですね。そういう人は家に帰っても家庭で揉めてるでしょうね。奥さんと仲良くなかったり、子供にね、なんかね、うまいことできなかったりとかね。 つまりは誰に対しての人間関係は特定に上手とかってのはなくて誰に対しても人間である以上ね仲良くしていかないといけないし仲悪くてもミッションは達成しないといけないということだと思うんですよお金はいつも正直ですからねまあ気に食わない人から商品を買うことってのはなかなかないと思いますけどもでもサービスやサポートが優れていればあの人は人間としては好きじゃないんだけども仕事は完璧にする人ですからね っていう風になるると結局商品売れるんですよそういうことって聞くことないですかあの人はいい人なんだけど仕事はちょっといまいちゃてになんないよねっていう風なことを目指してるんですかねそれとも俺は人間もいいし仕事もできるんだよっていうふうに随分うぬぼれた人がいるんでしょうかまあそういう人がいたらそれはそれで頼もしいんですけどね。えー、ということで今回の動画締めようかと思います。なくなっちゃってすいません。